ウィザーディング・アオハル・デイズ魔法学園と奇跡の鐘。憧れの制服ちょっと浮かれちゃうよな。不安と楽しみ互い入り混じってる。私はキャル。今日からこのクラスに編入してきたの。みんなよろしくね。ちょっと違うわね。次はおしとやかなバージョンで。ご飯。ごきげんうるわしゅ。私の名前はキャルと申し。あれ、キャルっち、編入の挨拶の練習中？すずだ。違うわよ。てか見るな。キャー、顔真っ赤でモニカワ。てかさてかさ、キャルッチとヒデサイと一緒に魔法学園通うとかマジワクワク止まんなすぎでわるわ。うったく、あんたはテンション高す。キャいきなりだ。ウィザーディング・アオハル・デイズ魔法学園と奇跡の鐘。魔法学園通うからには経験してやるわ。そのあれよ、言わなくてもわかんでしょ。アオハルよ、アオハル。もうぐったくたね。帰ったら速攻でシャワー浴びて爆睡してやるわ。人が疲れてる時に見せつけてくれるわ。これだから夕方って嫌いなのよね。何がって、ほらあれよ。でさ、A 組の男子が放課後アッコに告ったらしいよ。マジ？チャレンジャー。お、やば、このイチゴのやつめっちゃうまいよ、食べてみ。ちょ、あんたらテスト勉強すんじゃないの？ノート開いてるだけじゃん。てか、イチゴのうまほーら、今日も湧いてるわよ、放課後の学生たちが。意味なく群がって何が楽しいわけ？まっすぐ家に帰んなさいよ。まったく、気楽なもんよね、学生って。青春だからなんだか知らないけどさ。うらやましい？あ、てか、は？そんなわけな
ないじゃない、バカも休み休み言えってのよ。はぁ、あ、疲れた。わかってるわよ。大福やばいですね。お気に召していただけたようで何よりです、陛下。さて、では早速本題に。キャルさんのことでお話が。単刀直入に申し上げます、陛下。キャルさんとのギルド活動をやめていただきたいのです。どうしてですか？やめる理由なんてないですよ。やばい。陛下、私めはあなた様のためを思って申し上げているのです。これは私一人の意見ではありません。皆口をつぐんでおりますが、上流層の多くが内心では不満を抱えているのです。かつてはあなた様の命を狙ったあの不埒者をなぜ未だに重用するのかと。しかもあの娘、学業すらまともに収めていないという話じゃないですか。陛下、今一度お考えを。側近に置くのはあのような教養のない下賤の娘ではなく、もっと高貴な人間にこそふさわしい。そう、この私のような。この大福お返しします。食べちゃった分はちゃんと買ってお返しを。な、学業だけで一緒に活動してくれる人を選んでるわけじゃありません。それにキャルちゃんと私は友達以上の絆で結ばれています。何を言われようが、私はキャルちゃんとずっと一緒です。大福をもらったって変えられることじゃないですよ。だから今日はもう帰ってくだそ。お、どこから聞いてました？この大福やばいですね、からよ。ほぼ初めから。もう声かけてくださいよ。そんな隙なかったでしょ。そこのおっさんが間髪入れずまくし立ててたんだから。ったく、好き放題言ってくれんじゃない。本当のことだろ。あなたが学業を収めていないことは事実だ。違うかね、キャルさん。彼の言う通りです。キャルちゃん、気にしないでくださいね。別に気にしてないわ。確かにおっさんの言う通りだし、私は学校に通ってない。それは事実よ、今んとこはね。今んとこ？とはどういうことですか？察しが悪いわね、アホリーヌ。だいたいわかんでしょ。通うってことよ。通う？そうよ、私学校に通うわ。キャルちゃんが学校に？違うわよ、黙ってなさい、殺すわよ。とにかくいいでしょ、ペコリーヌ。わかりました。何よ、すんなりオッケーしてくれんじゃない。美食殿はどうするんですかとかごねそうだと思ったのに。はい、正直キャルちゃんと離れるのは寂しいです。でもキャルちゃんのやりたいことはやらせてあげたい。学校に通うって言った時のキャルちゃん、すっごく瞳がキラキラしてましたから。うっさいわね、私の瞳はいつもキラキラしてんのよ。ま、許可を出してくれたことにはお礼を言っとくわ。何を盛り上がっておられるのです、キャルさん。あなた学校を何だと思っているのです？あなたのようなものを受け入れる学校など存在しませんよ。これだから学のない輩は。
ムカつく。つっても多分その通りよね。悔しいけど。は？通えるかもってどういうことよ。で、何この手紙。郵便配達のバイトで私宛ての手紙を見つけて取っといた。ふーん。で、中身は編入のご案内、アンブローズ魔法学園。編入のご案内。ようこそキャルさん、アンブローズ魔法学園へ。私はこの学園の学園長です。キャルさんがうちに編入してくれてとっても嬉しいわ。もちろんあなたもね。陛下からキャルさんに同行する旨の書簡は受け取ってるわ。あの学園長さん、なんで私に編入の案内を。誤解を恐れずに言うと話題性です。優秀で影響力の強い人材に編入していただき、広くこの学園をアピールしていただければと。そこで真っ先に白羽の矢が立ったのがキャルさんです。あなたの魔法使いとしての実力は遠く我々の耳にも轟いておりましたから。なるほど。つまり平たく言うと客寄せパンダってことですね。ええ、平たく言うと。はっきり言ってくれますね。嫌いじゃないですけど。教育者たるもの、生徒に嘘はつけませんからね。と、そういえば遅いですね。実はもう一人いらっしゃる予定なんですが。もう一人？やばばば、鬼ヤバ案件なんですけど。初日から遅刻とかマジ無理っぽー。なんか走ってきてない？いらっしゃいましたね。ドーン！ギリギリセーフ。あれ？ヒデサイの声が聞こえる。なんで？あ、そっか。確かここ魔法学園だもんね。テンパってるうちを落ち着かせてくれる不思議な魔法が。って本物のヒデサイ？え？ヒデサイもこの学園通うとか。まあ、しかもそっちキャルッチじゃん。久ぶりだね。元気だった？うちはね、超元気だったよ。でしょうね。出会って2秒で把握よ。てか近いのよ。じゃあスズナがもう一人の。ええ、スーパーモデルのスズナさんなら話題性はバッチリでしょ。と言っても彼女は特別枠で交換留学生に近いですが。魔法学園には通いたかったけど、留学は絶対やめられないからね。ここで頑張ったら内申点的なのもらえて留学のためにもなるっぽいし。っていうかちょっといい？大前提なんだけど、あんたって魔法使えたっけ？え？使えないよ。だよね。なのになんで？魔法使えないのになんでここ来たのよ。キャルッチ、学校とは学ぶところだよ。確かに。ってことはスズナ、ここで学んで魔法が使えるようになりたいんだ。あー、早く来たいな、モニカは制服。そのために来たんだもん。キャルッチもそうだよね。違うわよ。てか学校とは学ぶところだよのくだり何だったのよ。ほら見て、ヒデサイパンフに男子の制服も載ってる。いい感じっしょ。
気で盛り上がってんじゃないわよ。しろ見た、キャルッチ今チラ見したよね。やっぱキャルッチも来たいんじゃん。見てないわよ。盛り上がってるところごめんなさい。手違いで昨年の学園案内を送ってしまったみたいね。実は今年からその制服は廃止して服装は自由になったのよ。じゃあこの制服はもう着れない的な。そんな。服装自由なら別に制服でも構わんでしょう、学園長。誰よあんた。おう、私はお前らのクラスの担任坂本だ。よろしくな。先生よろ。制服。ちょっと待ちなさいよ。ここ魔法学園よね。ってことはあんた魔法を教えなきゃいけない人よね。いや、見た目思いっきりバーサーカーじゃない。バーサーカーが無理やり魔法使いっぽい装備にしても魔法なんか使えないわよ。おい、人を見た目で判断しちゃいけないって習わなかったか。まあいい、では見せてやろう、私の魔法をな。大丈夫？うちは平気。てか別に痛くなくない？やばい。何よ。お、これキャー、超着たかったモニカワ制服。キャルッチもヒデサイも似合いすぎでわるわ。これ先生の魔法すごいね。うっとく、ビビらせんじゃないわよ。攻撃魔法かと思ったじゃない。生徒にそんなことするかよ。キャルッチ見て、袖もフリフリで上がる。このネクタイも可愛すぎだよね。なんで私まで。私は別に制服なんか興味ないのに。魔法学園での青春か、楽しみだねキャルッチ。別に。でもまあどんなもんか試してやるわ。その青春ってやるっちゃって。ベタベタすんな。ほら、席つけ。ざわざわすんな。今日から一緒に学ぶことになる編入生を紹介するぞ。一人目はもう入ってきてくれてんな。よし、挨拶してくれ。よろしく。結構かっこいいかも。んだよ、男かよ。ま、仲良くしようぜ。よし、じゃあ次だ。キャル、入ってこい。よし、出番よ。大丈夫、完璧にこなしてみせるわ。見せてやろうじゃない、私の挨拶ってやつを。コフン、はじめまして。私はキャルです。こうい
うとこは初めてで迷惑かけちゃうかもですけど、早く馴染めるように頑張りますね。よろしくお願いします。決まった青春といえばまずは友達作り。自分でも気持ち悪いくらい猫かぶってたけど、第一印象が良ければこっちのもんよ。誰がアンフリーヌの真似してるってのよ。ぶっ殺すぞ。ぶっ殺？いや、違うの。今のは弾みで。ちょ、あんたのせいで一瞬で化けの皮が。あ、かわいい。え、待って、もしかしてもう一人の編入生ってモデルのスズナちゃん？え？おお、さすが有名人、みんな知ってるのか。じゃあ最後スズナ、自己紹介頼むぞ。チョース、スズナだよ。みんな仲良くしてね。やろう。シャキ、俺の隣空いてるぜ。あ、私の隣も空いてるわ。ずっと前からスズナちゃんのファンなの。ありがとう。でもうち隣に座る人もう決めてるんだね、ヒデサイ。全部持ってかれた。どうしたキャル、顔色悪いぞ。保健室行くか。大丈夫よ。いいから騒いでんの落ち着かせて、さっさと授業を始めてよね。よし、1時間目は魔法基礎1だ。じゃあ今日使う着火剤配ってくぞ。と、編入組は隣に教科書を見せてもらってくれな。あの、教科書いい？ああ、勝手に見ろや。何よその態度、ぶっ殺。あ、ありがとう。じゃあ見せてもらうわね。よし、着火剤は渡ったな。みんなには魔法を使ってこれに火をつけてもらう。いきなり難易度鬼じゃね。ヒデサイできる？簡単すぎよこんなの。ま、魔法に縁のないあんたたちが苦労するのはわかるけど。けっ、んなむずい魔法使えっかよ。火なんてマッチでつけりゃいいだろう。はあ、仮にも魔法学園の生徒なんでしょ。こんなの小学生レベルね。算数で言えば九九の一の段よ。で、ちょっと他のみんなも頭抱えちゃってない？まさかこんな簡単な魔法もできないとか。足りねえだろ。このクラスは雨学の落ちこぼれの巣窟、通称ダメ組だぜ。うわぁ、何よそれ。てか、なんで私がダメ組に入れられてんの？ああ、そこんとこはすまねえな、キャル。お前なら特進クラスでもついていけるだろうが、人数調整でどうしてもうちのクラスしか席がなくてよ。何よそれ、超適当じゃない。だね、特進クラスって多分結構頭いい系っしょ。そんなクラス行かれたらうちらと離れ離れになっちゃうし。確かにそれはそうね。よし、じゃあやってやろうじゃない。あれ、キャルッチ、なんでメガネ？みんなこっちを見なさい。あたしがお手本を見せてあげるわ。それ。お、着火剤が勝手に。私のも
ていうか、クラス全員の着火剤が宙に浮いて、やば、これってギャルッチュの魔法的な敵じゃなくて魔法よこんなもんじゃないわよ。それあ、なんだこれ、一斉に発火しやがった。なになに、どうやってんのじゃあ最後のダメ押し、それおお、ざっとこんなもんよ。さあ私の実力に驚愕するがいいわ、ギャルちゃん何かしら、私の着火剤なくなっちゃったじゃん、今やろうと思ってたのに。え？もう煙いじゃない、窓開けて。けドヤ顔で手品披露してんじゃねえや、クソメガネ。クソメ、初日で思いっきりつまずいちゃったわ、こんなはずじゃなかったのに。どうしたのかしらって、だいたい想像できるけど、ダメ組の洗礼を浴びたってところかしらね、キャルさん。あんたは？私は特進クラスで委員長をしてるの。驚いたでしょ、ダメ組のレベルの低さに。でも雨学でヤバいのはあのクラスだけだから誤解しないでね。キャルさん、あのクラスはあなたにふさわしくないわ。ぜひ我が特進クラスへ来てくださらない？嬉しいお誘いだけど無理みたいよ、ダメ組しか席がないみたい。そんなのどうとでもなるわよ、うちのクラスで一番の無能をダメ組に落とせばいいだけだから。ん？ねえ、それがいいわキャルさん、早速私が学園長に頼んでくるわね、私が言えば一発で。ふう、いいわ、ダメ組のままで。え、なんで？気の合うやつがいるかどうかも分かんなくて、ランダムに教室放り込まれて不自由感じんのも学園生活の醍醐味ってもんでしょ。今に見てなさいよあいつら、絶対に手のひら返させてやるわ。待ちなさいよ、あんな吐きだめで無能どもといることないわ。主に交わればなんとやら、あなたも無能になってしまうわよ。あなたと一緒にやってきた派手な見た目の無能女と、のんびりにやきづらの無能男にはお似合いだけどね。無能？さっきから無能無能って、それって自己紹介のつもり？はあ？どういうことかしら、キャルさん。無能ってさ、目標を達成できないやつのことよね。で、あんたの目標は私を特進クラスに入れることでしょ。今の言い方でその目標が達成できると思う？友達を、私の友達をバカにした奴がいるクラスなんかに私が入ると思うかって聞いてんのよもう一度スズナとあいつのことを何か言ってごらんなさい、その時は覚悟しておくことね。調子に乗ってる、もう二度と誘わないわ。それは最高ね、ビーッタギャルッチスズナ、なんでここに？なんだよ、ちゃんと友達だって思ってくれてんじゃん、なんかすっごい嬉しいよ。うちもキャルッチ好き好き、変大好き。だから抱きつくな。
行きつかねえやつかと思ってたけど、キャルちゃん結構いいやつじゃん。キャルちゃん、さっきはちょっと嫌な言い方しちゃった。ごめんね。心配で追いかけてきたが、大丈夫みたいだな。みんな、教室へ戻るぞ。よし、じゃあ順番に挨拶してくれ。皆様お初にお目にかかります。私、エリコと申します。ですが別に覚えてくださらなくて結構。このお方以外に興味はありませんから。クスクス。おはようございます、リノです。魔法は苦手ですけど視力を良くして頑張ります。視力を尽くす？そうとも言います。魔法学園のおのおの方、お控えなすって。僕、異国の地よりハセサジタニノンでござるです。以後お見知りおきください。しばっぱ。またヤバげな連中が編入してきたわね。確かに話題性はありそうだけど。やあ、みんなやろう。楽しくなりそうだね、ヒデサイ。あれ、ヒデサイ。よし、じゃあ三人の席は。って、おいお前ら、勝手に。そこのあなた、席を譲ってください。このお方の隣の席を。え、いや他にも席いっぱい空いてるし。言っておきますが、これはお願いではなく強制です。さっさと荷物をまとめて立ち退いてください。え、ああエリコさん、お兄ちゃんの隣は私ですよ。お兄ちゃんも私が近くにいた方がいいですよね。可愛い妹はそばに置けよって格言もありますし。その格言知りません。隣は私です。諸君の右腕は譲れません。ああダメだよ、ヒデサイの隣はうちなんだから。なんなのよこのハーレム学園展開は。拉致が開きませんね。それでは壊し合いで決めましょうか。クスクス。バトルは始まった。ちょ、あんた黙ってないで何とか言いなさいよ。あ、どうしたの、さっきから下向いて。え、何よその手紙。え、ロッカーに手紙って、もしかして。読んでいい？じゃあ遠慮なく。拝啓、編入生の君へ。君を一目見た日から毎晩夢に君が出てきます。もしよければ今日の放課後屋上に来てくれませんか。君が来てくれるまでずっと待ってます。なんだろうね。じゃないわよ、全力でラブレターじゃない。はあ、許可なくあなた様に恋文をしたためるなど蛮子に値しますわ。見つけて八つ咲きにしてあげましょう。もう妹に許可なく告るなんて不届き千本ノックです。エリーコさん、リーノさん、お調子もお供するです。ホラガイ吹いて、いざ出陣です。おい、エリコ、リノ、ニノン、どこ行くんだ。授業始まるぞ。
さっきまで揉めてたのに一瞬で団結した。はあ、どうしたのよ鈴乃。なんかなんでだろう。ヒデサイのこと好きな人がいっぱいで、それは嬉しいことなんだけど、なんかモヤモヤしちゃうよ。ねえキャルッチ、なんでかな。知らないわよ。だいたいみんなこいつがラブレターもらったくらいで動揺しすぎなのよね。キャルッチ、教科書を逆さに持ってるよ。あんたがいないと寮までの道もわかんないし。ほら行くわよ。彼女作るなんて許せないんだからね。いや別に変な意味じゃなくって、美食殿は美食と本気で向き合うギルドだから、色恋沙汰なんかに浮かれてる暇ないんだからね。何キョトンとしてんのよ。いいわよ、もういいからさっさと行っちゃえば。あ、本当に行っちゃった、あのバカ。何見てんのよ。いや、すげえ必死に止めてたなって。だからなんだってのよ。もういい、私帰るわ。あんたたち、この後ひそひそ噂したらぶっ殺すからね。じゃあ、また明日。猫かぶってんの一瞬だったな、あのクソメガネ。もうむしゃくしゃする。今日一日、全く授業が頭に入ってこなかったわ。全部あいつのせいよ。もう、ほんと知らないから、彼女でも何でも勝手に作っちゃえばいいのよ。そっちがその気ならこっちだって、彼氏の一人や二人作ってやるわ。って作らないわよ。やばいわね、私一人で。あれ、ちょっと待って、そういや私なんで階段駆け上がってるの。帰るんだから下でしょ。上には屋上しかないのに、なんで、なんで走ってるの私。どうして走り出した足が止まらないのよ。あんた、ほら、もうお話は済んだでしょ。やっぱり一緒に帰るわよ。よくよく考えればおかしいわ。あんたみたいなのんびり顔、一目惚れされるタイプじゃないでしょ。あんたの良さは長いこと一緒にいないとわかんないんだから。ほら、いいから帰るわよ。キャルさん、だいぶ恥ずかしいことをおっしゃってますよ。メリコ、リノに、ニノも、あんたたちも告白の阻止に。ええ、ですがその必要はないみたいです。ですよね、恋文の差出人さん。ああ、え、あんたがこいつに一目惚れしたの。いえ、間違えて隣のロッカーにラブレターを入れちゃったんですって。おちょこちょいのスパクドッコイです。わあ、そういうこと。本来はこいつの隣の人にラブレターを渡したかったってわけね。こいつの隣のロッカーって私？キャルちゃん、一目見て好きになりました。俺と付き合ってください。うえぇー、そ、い、あ、あた、うえぇー。わかりやすくパニクってますね。クスクス、いいじゃありませんか、キャルさん。このお方とお付き合いしてあげれば。
食殿は美食と本気で向き合うギルドだから。それ私が言ったやつじゃない。ごめんなさい、気持ちは嬉しいけどお断りするわ。ああ友達としてってこと？あんた自覚なく人を殺すところよ。ごめんなさい、気持ちは嬉しいけどお断りするわ。そこをなんとか。やっぱここにいた。おいお前、また一目惚れしちゃったのかよ。いい加減にしとけ。ああ、キャルちゃんだっけ。ごめんね、こいつ超惚れっぽくてさ、多分今まで100人くらいに告ってんだって。全振られ。は？はあ、今回もダメだったか。つかまあ、さすがに今日は 100% 無理って分かっちまったけど、真っ赤な顔で屋上まで走ってきて、こいつの名前呼んだキャルちゃんを見たら、どんだけ鈍感なやつでも気づいちまうよ、君の好きな人。いい、聞かなくていいから。触ってんじゃないわよ、もうほんとこれ以上は。これ以上は。はあ、エリコ、なんで斧を振りかぶって。うはこのメス猫めが。待ちなさい、粉々にぶっ壊して差し上げますから。ちょ、誰か止めて。修学旅行とかマジ楽しみ。ねえヒデサイ、一緒に班組もうね。マチ、キャルッチも。スズナ、浮かれんのはいいけど、修学旅行前にもう一つイベントあるわよ。な？なんかあるっけ？文化祭かしら。体育祭かも。遠足ですね。期末試験よ。よし、この公式は完璧ね。こっちの応用問題も正解。いい調子ね。何よ、悪い？別に勉強とか好きじゃないけど、せっかく学校来てんだしと思ってやり始めたら結構面白くてさ。この調子で頑張ればいい線いけるかも。まさか試験が楽しみだなんて思わなかったわ。かっこよ。待って、うちもやるし。てか一緒にやろ。エリコッピたちも一緒に。まあ別にいいけど、あんたらレベル的にはどんな感じ？ある程度近いレベルじゃないと一緒にやっても効率下がっちゃうわ。そうだ、ちょうどここに問題集あるし、軽く試験でもやってみましょうか。じゃあ私が問題出すから答えてね。まずは第1問。片腹痛いを使って文章を作りなさい。はい、これわかる人。はい、答えは、食べた後すぐに走ったらマジ片腹痛いんですけど。いや、それ片腹じゃなくて脇腹ね。食べた後すぐは消化に悪いから走っちゃダメよ。片腹痛いはバカバカしいとか滑稽って意味よ。正解例は
勉強しないでテストでいい点取ろうなんて片腹痛いとかね。はい、じゃあ次、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類を同じ特徴があることから何動物というでしょう。答えは脊椎動物です。ちなみに人間の脊椎は頸椎7、胸椎12、腰椎5、仙椎、尾骨がつながっていて、これを熟知することで人間を破壊することはたやす。いや、正解だけど補足が怖い。答えは脊椎動物よ。簡単に言えば背骨がある動物ってことね。はい、じゃあ最後の問題。次の文章をことわざに訳しなさい。ノーペイン、ノーゲイン。さあ、ビシッと答えなさい。直訳すると、痛みがなきゃ利益は得られないってことですよね。わかりました。正解は、虎穴にずんだ餅、虎視を得ずです。ずんだ餅って何よ。イラズンバよ。てか、イラズンバって何よ。直訳すると、痛みなくして利益なし、価値のあるものを手に入れるためには危険はつきものってことね。一例だけど、虎穴にイラズンバ虎視を得ずとかが正解よ。簡単です。答えは、私以外のゴミ虫があなた様とお近づきになるなど肩払いたいので、私の手でギタギタにして差し上げますわ。いや、意味は合ってるけど市場がすごいわね。って私睨まれてる。肩払いたいはバカバカしいとか滑稽って意味を、正解例は勉強しないでテストでいい点取ろうなんて肩払いたいとかね。はい、じゃあ次、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類を同じ特徴があることから何動物というでしょう。うちの答えはね、みんな頑張って生きている動物。素敵な答えね。全然違うわ。答えは脊椎動物よ。簡単に言えば背骨がある動物ってことね。はい、じゃあ最後の問題。次の文章をことわざに訳しなさい。ノーペイン、ノーゲイン。さあ、ビシッと答えなさい。虎穴にイラズンバ虎視を得ずですね。初めて聞いた時は、勝手に巣穴に潜り込み赤子を奪う罪悪党のことだとばかり。なるほど、確かに虎目線ならそうよね。何事も別の視点を持つことが大事。考えさせられるわ。って今は考えさせなくていい。直訳すると、痛みなくして利益なし、価値のあるものを手に入れるためには危険はつきものってことね。一例だけど、虎穴にイラズンバ虎視を得ずとかが正解よ。はい、私の答えは、腹切りすると肩腹痛いです。どんな状況。肩腹痛いはバカバカしいとか滑稽って意味を、正解例は勉強しないでテストでいい点取ろうなんて肩腹痛いとかね。はい、じゃあ次、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類を同じ特徴があることから何動物というでしょう。どれも類がついてますね。ということはズバリ、格闘ゲームが得意な動物です。類はコンボを読むって言いますから。
からルイは友を呼ぶね。そういうことじゃない。答えは脊椎動物よ。簡単に言えば背骨がある動物ってことね。はい、じゃあ最後の問題。次の文章をことわざに訳しなさい。ノーペイン、ノーゲイン。さあ、ビシッと答えなさい。ペインがない、ゲインもない、だよね。そのまますぎるわ。直訳すると、痛みなくして利益なし。価値のあるものを手に入れるためには危険はつきものってことね。一例だけど、虎穴に入らずんば虎子を得ずとかが正解よ。はぁ、あんたたちのレベルはよくわかったわ。残念ながら一緒に勉強するのは難しいみたいね。じゃあお疲れ様、応援してるわ。じー、まるまるまる、最後の問題もまる。復習もバッチリね。はあ、疲れた。準備期間中はずっと勉強漬けだったもんね。今日はゆっくり湯船に浸かって早めに休みましょう。じいや、気づいてるから。何捨てられたチワワみたいな目で見てんのよ。やったー、ギャルッジだから。抱きついてくんなって何回言わせんのよ。だってここ最近ギャルッジ勉強ばっかでうちに構ってくれなくてマジ寂しかったし。めんどくさい彼女か。ほら、かまってやってんだから離れなさいよ。で、期間中ちゃんと勉強してた？ううん、してない。違うよ、頑張ろうとは思ってたんだよ。でも一人じゃ無理、寝ちゃうんだもん。何それ、赤ちゃん？まったくしょうがないわね。じゃあ今日私の部屋来る？一夜漬け程度でどうなるもんでもないと思うけど。行く。リノとニノは？行きます。エリコは頭いいし来ないわよね。私はハーブティーでも飲みながらこのお方の好きなところを数えて過ごしますわ。私も行きますわ。わかった。じゃあ放課後待ってるわ。ふぅ、誘っちゃった。今日は早めに休もうと思ってたのに。そういや部屋に友達呼んだのなんていつぶりかしら。この机で大きさ足りるかしら。人数分のクッションは用意してるからお尻は痛くないと思うけど。眠気対策に栄養ドリンクはたくさん用意してるし、それでも眠い時の仮眠用に毛布も出したわ。あ、忘れてた、集中力アップのためにアロマを。来た。お待たせ、ギャルッジ。あら、なかなか綺麗に片付いてますわね。このお方を招く最低限の配慮は感じますわ。お邪魔します。ちょっと待った。あんたら勉強しに来たのよね。一体全体何なのよ、その両手いっぱいのお菓子とゲームは。しかもその格好、パジャマパーティーでもする気？はーい、お菓子の買い出し担当は私です。
ポテチにチョコにグミにマシュマロ、ケルちゃんの好きそうなの選びました。太るわ。お茶酒は古今東西つつうらうらのゲームを用意しました。将棋にトランプ、花札イヌシカチョウ、締めは浴衣で滝火山です。ふざけんな。じゃなくなってる。これって先生の使ってた着せ替え魔法？ええ、あの魔法盗んだのよ、天才だから。はい、お菓子もゲームもしまいなさい、勉強するわよ。せっかくキャルッチの部屋に来たのに勉強なんてもったいないじゃん。あんたたち、もしかして知らないわけじゃないでしょうね。今度の試験で赤点取ったら補習に参加しなくちゃいけないので、その補習の日は修学旅行と同じ日。つまり赤点取ったら修学旅行に行けないってことよ。最高でしたね、オンウェド忍術博物館。院長はまさに超合金の魔法使いです。シュバーバババー、見てください、お兄ちゃん、シュガーラッキーハッピー体験でお兄ちゃんの置物を作りましたよ。え、シガラッキー焼き体験、シュガーラッキーハッピー体験、似てる。グスグス、見てください、あなた様、木刀に私とあなた様の名前を刻印していただきましたわ。よくわからない博物館に、よくわからない焼き物体験に、よくわからない木の棒に、一人じゃ絶対に選ばないわ。それでもテンション爆上げなのが修学旅行だよね。もしかしてこれも魔法かな。かもね。よし、じゃあここからはハンデの自由行動だ。天学の名を汚さぬよう節度を守って楽しんでこい。では参りましょうか、あなた様。そうだよ、ヒデサイはうちとキャルッチと同じ班だし、ちゃんと勝負で決めたっしょ。ですね。お兄ちゃん争奪浴衣卓球対決、私たち負けちゃいました。ふん、あの対決は不公平ですわ。浴衣がはだけたせいで気を取られ、つまり敗因はこのたわわな胸。キャルさんのような貧しいお胸の方が有利ですわ。誰が貧しいお胸よ。エリーコさん、武士たるもの潔く負けを認めましょう。諸君のおそばにいられないのは無念ですが、仕方ありません。武士ではありませんが、わかりましたわ。あなた様、少しの間だけ離れるエリコをお許しください。後ほどそれぞれの思い出を朝まで語らいましょう。グスグスグス。じゃあうちらも行こっか。キャルッチ、行きたいとこある？実はペコリーヌに絶品のお団子屋さん教えてもらったのよね。そこ
行ってみない？なんやこれ、やばうますぎてわいわ。あと100本は余裕だし。太るわよ、このスーパーモデルが。でも確かに止まらないわ。エリコやクラスのみんなにも教えてやろうかしら。何よあんた、ニヤニヤこっち見て。私の顔に何かついてる？はぁ、何よそれ、わけわかんないわ。わかるよヒデサイ。てかオチ今軽く感動中。キャロッチがクラスのみんなのことを思ってるとか、エモエモのエモなんだけど。そのくらいのことで感動されるって普段の私は何なのよ。でもまあ確かにクラスのみんなのこと別に嫌いじゃないわ。クソメガネ、団子みたいな顔しやがって、共食いが全言撤回、あいつだけはぶっ殺すわ。なんかあの子だけまだ尖ってるよね。まったく、クラスに一人はいんのよね。ああやって悪態つくことでしか自分を表現できない不器用なやつが。ああいう態度だから周りからも避けられて、修学旅行も一人で回る羽目になっちゃうのよ。ちゃんと見てくれてる人が一人でもいれば変わるきっかけになるのにね。めんどくさいわ。何よスズマ。なんか自分のことみたいに話すなって。そんなことないわよ。もうあんなやつのことはいいわ。お土産でも見て回りましょう。このかんざし、ミサキッチに似合うっぽ。3人おそろで買っちゃおうかな。このお茶碗かわいいわね。美食殿のみんなにお土産に。で、一人だけこれじゃ満足できないのがいるわね。いいじゃないそれ。お？話せよおっさん。逃がすかこの不良めが。あれ、もしかしてこの声って。射的場、あの店からね。行くわよ。なめたまねしてくれんじゃねえか、このイカ様やろ。イカ様なんてしてねえ。おっさんがよそ見してただけだろ。俺は実力でそのこけし取ったんだ。さっさとよこせ。け、ずっと見てたが、てめえの弓の腕は点でダメだ。何十回挑戦してもかすりもしてなかったじゃねえか。それがたまたま俺がよそ見してた時に限って成功したって。そんなことあるか。お前にあのこけしが取れるわけねえ。おいガキ、その制服天学の生徒だろ。毎年修学旅行で来てるから知ってる。どうせ魔法の力を使ってイカサマしたんだろ。ネタは上がってんだこの野郎。言わせておけばこの。ちょっとあんた何やってんのよ。ギギクソメガネ。な、何もしてねえよ。俺はイカ様なんてしてねえ。クソメガネ、てめえも俺がズルして景品取ったって言うつもりかよ。クソ、どいつもこいつも人の話も聞かねえで。チキシャ。あ、ちょ、どこ行くの？キャルッチ、うち追いかけてくるね。て、逃げやがったか。ジョーちゃん方、あいつの友達か？いや、そんなわけないよな。ジョーちゃん方みてえな真面目な子があんなやつだ。あいつがイカ様やったって証拠はあるのかしら？あ、ジョーちゃんも天学の生徒だろ。だったら魔法の力であの棚の景品を落とすことなんて朝飯前じゃねえのか。
そりゃあ私なら簡単にできるでしょうね。でもあいつには無理。だってあいつ魔法使えないから。はあ？いや、なわけ。言っとくけどあいつ着火剤に火をつけることもできないのよ。初歩の魔法もできないレベルの残念すぎるあのバカが棚の景品を動かす魔法なんてひっくり返っても無理ね。え、そうなのか。あ、いや、でもあいつ不良だろ。人に疑われるようななりしてんのが悪いんだ。なんですって。キャルッチ連れてきたよ。てか君遅すぎてわろ。いて、話してくれよ。スズナちゃん、ふざけんじゃないわよ。え、キャルッチおにぎれ中？何があったの？ヒデサイ、証拠もないのに不良だってレッテル貼って、見た目で疑って傷つけて、あんたみたいな大人がいるからグレちゃうのよ。大人なんてろくなもんじゃないって後ろを向きたくなんのよ。私も担任を見た目でバーサーカー認定してるし、人のことは言えないけど、見た目で判断しないで。あんた言ったわよね、ジョーちゃんみたいな真面目な子があんな奴の友達なわけないって。言ってやるわ、私は真面目なんかじゃないし、それにあのクソ野郎はめちゃくちゃムカつくし、いつか絶対ぶっ殺すけど、同じ学園の友達よ。クソメガネって、なんであんたいんのよ。しれっと帰ってきてんじゃないわよ。てか何聞いてんのよ、殺すわよ。ああ、もちろんだ。ばあちゃんに誓ってやってね。すまなかった、何の証拠もなくひどいことを。この通りだ、許してくれ。そうだ、あのこけしもよかったら持ってってくれ。いらねえよ。そのこけし見るたびに今日の嫌な思い出が蘇っちまうしな。そうか、すまねえ。何ヒデサイ、分かった。おじさん、はい、お金。うち一回挑戦するね。え、じゃあこれやだ。よし、よく狙ってやった。な、一締めで落としやがった。今のはどう見ても魔法使ってねえ。文句なくこのこけしはジョーちゃんのもんだ。すげえぜスズナちゃんって。え、はい、こけしあげる。え、なんで、どういうことだ。なるほど、機転が利くじゃない。ほら、ありがたくもらっときなさいよ。これでもう嫌な思い出じゃなくなったでしょ。なんたってスーパーモデルからもらったこけしなんだから。ありがとうスズナちゃん。お前もありがとう。それにありがとうクソメガ、ありがとうギャル。はあ、認めた相手に急に名前呼びとかしょうもないのよ。そもそもなんであんたが認める側に立ってんのよ。けっ、かわいくねえクソメガネだぜ。きゃあ、めでたしめでたしだね。でも最後に一つ聞いていい？そのこけし確かにモニカワちゃんなんだけど、なんでそれ欲しかったの？土産だよ。ばあちゃん
喜んでくれると思ってよ。そんな見た目でおばあちゃん子ってただのいいやつか。いや、人を見た目で判断してんじゃねえ。一番の落ちこぼれの俺が魔法を…まあ、クソメガネにはこんな簡単な魔法くらいで喜ぶなってバカにされちまうかもだけどよ。そうね、バカだわ。こういう時に自分を誇れないんだから。けっ、褒められてんのかディスられてんのかわかんねえぜ。よし、次だ次。なんかどんどんいい顔になってくね。はあ、なんかめっちゃ幸せ。制服はモニカワだし、ここからの眺めも最高だし、隣にはヒデサイがいるし、留学に帰ったらちゃんよとミサキッチにもここでの思い出いっぱい聞かせてあげたいな。ってヒデサイよそ見してるし。ねえねえ、何見てるの？え？気になるって何系？え？同じ？制服についてる交渉の鐘と時計塔の鐘が？あ、本当だ！どっちも真ん中に穴が開いてる。すごいヒデサイ、よく気づいたね。そんなことも知らず、その制服に袖を通していたのですか？この鐘は我がアンブローズ魔法学園の象徴ですよ。うわぁ、びっくりした。あんたは確か独身クラスの委員長だっけ？何しに来たのよ。明日は創立記念日、委員長として鐘の試験の準備よ。ま、ダメ組の無能には関係ないけど、こんなくだらない魔法を成功させたくらいで喜んでる無能にはね。無能といえば無農薬野菜。ねえねえ、それよりさ、鐘の試験って何？この鐘がこの学園の象徴とかって話と関係あるっぽ？仕方ないわね、教えてあげるわ。およそ800年前、アルゲースといわれる恐ろしい一つ目の魔物がこの地を荒らしていた。その魔物に唖然と立ち向かい、見事打ち倒し封印したのがこの学園の創始者である大賢者アンブローズ様よ。その時アンブローズ様が放った魔法がアルゲースを貫き、そのままの勢いを持ってあの鐘に穴を開けたというわ。ほら、ここにある床の印をご覧なさい。これはアンブローズ様が魔法を放った時に立っていた場所を示す印よ。この印から鐘まで
距離にしてざっと 3km はあるわね。わ、めっちゃ遠いじゃん。こんなところからあの鐘に届く魔法って激ヤバじゃね。当然よ。こんなすごい魔法、アンブロード様以外に不可能。だからこそ交渉にもなってるのよ。アンブローズ様の凄まじい魔力と偉業を称えてね。そして我が校創立記念日の伝統行事、生徒がこの印に立ち、ここからあの鐘めがけて魔法を放つ。それが鐘の試験よ。鐘の試験？でもさ、インチャちゃん、それってちょっと矛盾してない？インチョちゃん、だってさ、こんなすごい魔法アンブローズ様以外無理ぽなんでしょ。じゃあ試験なんてしても意味ないじゃんね。試験なんて名ばかり。まあ恒例行事のようなものよ。だって800年の歴史上、あの鐘に魔法が届いた生徒なんてただの一人もいないんだから。つまりあの鐘は800年間一度も鳴ってはいないのよ。へえ、なんかすごい話だね。あの鐘の音聞いてみたいな。あの鐘はね、アンブローズ様の影響で魔法の力でしか打ち鳴らすことはできないの。つまりあなたには一生無理なのよ、無能。おお、無駄話が過ぎたわ。目障りだからさっさと消えてくださらない？はあ、あたしたちは魔法の練習してるだけよ。なんであんたにそんな指図受けなきゃならないのよ。それに言わなかったっけ、あたしの友達をバカにしたら許さないって。うん、キャルッチ、ごまかさないでちゃんと友達って言ってよ。クソメガネ、委員長には逆らうな。この学園は評価こそが全て、そして最も評価点を稼いでいるのが委員長だ。この学園で生きていく以上、委員長には逆らっちゃダメだ。無能なりに立場はわきまえてるようね。そう、私がこの学園の頂点、つまり王。王の言うことは絶対よ。ひれ伏しなさい。だいぶヤバめのやつだった。評価点か、それもらえると留学のためになるっぽ。ねえねえ、インチャちゃん、どうやったらもらえんの？愚問ね。ここは魔法学園よ。当然最も評価されるのは魔法力に決まってるじゃない。あっそ、じゃあ私王になるわ。うわ、自分で言ってきっつ。はあ、いきなり何を。別に評価点とかどうでもいいんだけどさ、あんたより点取ってひれ伏してもらおうかなって。うざいから。なんですって。確かにキャルッチなら王様になれちゃうね。激ヤバ王キャル様。激ヤバ王キャル、本当にヤバいわね。二度と呼ばないで。んで、その評価点ってどうやって稼ぐわけ？それだよキャルッチ。ねえインチャちゃん、鐘の試験成功したら評価点もらえるよね。さすがムノ、もう私の言葉を忘れてるの？もちろん成功すれば文句なしの最高評価点を得られるでしょうね。だけどそんなことは絶対に不可能よ。まあいいわ、大口叩いたんだから挑戦するわよね。
キャルさん。そうだ、成功しなかったらペナルティを与えましょう。この学園から消えてちょうだい。なんか勝手にどんどん決められた。でもまあいいわ、受けて立つわよ。金の試験だかなんだか知らないけど、やってやろうじゃない。ダメだぜ、俺の魔法じゃ金まで半分も届かねえ。いや、十分だぜ。教師でもあの時計塔まで魔法が届く人間は多くねえ。それだけアンブローズ様がすげえってことだ。おそらくアンブローズ様より偉大な魔法使いはこの先生まれては来ないでしょうね。あら、次は委員長の挑戦みたいよ。集中して。はあ、やあ、わあ、惜しいね。もうちょっとで時計塔まで届きそうだったよ。委員長ちゃんすごいじゃん。当然よ。さあキャルさん、残るはあなただけよ。はい、皆さん注目。キャルさん絶対に成功できるって自信満々らしいわ。もし失敗したら学園を辞めるとまで宣言するほどに。え、マジで？すっごい自信ね。まあ、お手並み拝見といこうぜ。ビッグマウスで終わらなきゃいいけどな。うったく、勝手に煽りやがって。ま、やるだけやってやる。全力で。はあ、いけー。おお、半分超えやった。だね、全然弱い。あんまり飛距離とか考えたことないし、難しいわね。あらあらあら、なんだ、そんなものなのね。これで王とか笑わせるわ。腹立つ。もう一回よ。はー、まだまだ。うん、だんだん飛距離伸びてるよ。キャルッチならやれる。今ので100発目。そろそろ諦めなさいよ、キャルさん。キャルッチ、もう少し角度つけた方が飛距離伸びるかも。ちょっと弓で試してみるね。それ。おお、矢がぐんぐん伸びて。あ、金の横かすめた。よし、ちょっと狙いは甘かったけど届いてるね。キャルッチ、こんな感じでやろ。まいったわ、こんな感じでよろって。あんたすごすぎ。王様になるのは私じゃない、あんたよ。あんたならあの鐘を鳴らせるわ。キャルッチ、ダメよ。たとえ矢で届いたとしても何の意味もないわ。評価基準は魔法力だし、あの鐘は魔法の力でないと鳴らせない。ああ、そっか、どうしよう。
こいつらなら委員長に一泡吹かせてくれると思ったのによ。他力本願、情けないわね。もっと自分で何とかしようって思わないわけ？そりゃできるもんならやりてえよ。でも俺のしょぼい魔法力じゃ無理さ。全力でしょぼい魔法、それよ。あんた耳貸しなさい。ゴニョゴニョゴニョ。スズナ、もう一回よ。しっかりあの金を狙って。あんたならできるから、私を信じて。うん、わかった。それ。だから弓で成功しても意味ないって言ってるでしょ。って何やってるのよ無能。杖なんか構えて。はあ、行け。矢が魔法をまとって。行け。まさかこいつらが。こんなに美しい音色は聞いたことがねえ。最高だぜお前たち。矢に魔法を付与させて擬似的な魔法の矢を完成させる。バッチリ狙い通りね。あんたもやるじゃない、ナイス魔法よ。すげえのはスズナちゃんだけだって。俺の役は誰にでもできるからよ。そんなことないわ。少なくとも私には無理ね。私の魔法じゃ強力すぎて矢ごと破壊しちゃうから。かといって力を抜けば持続力がなくなっちゃう。全力でしょぼい魔法を放てるあんただからこそ、スズナの矢に魔法をまとわせることができたのよ。くっ、褒められてんのかディスられてんのかわかんねえって。ありえない、この無能どもが学園史上初の快挙を。向こうよ向こうよ、こんなの二人がかりでなんて向こう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 。すごいギャルッチの魔法がうちの矢みたいに。マジか。そんな。おお。ちょっと待て。望遠魔法、遠く見える。おいおい、マジかよ。金に二つ目の穴が開いてやがる。快挙なんてもんじゃねえ。キャルの魔法が金に穴を開けやがった。アンブローズ様以来800年ぶりの超快挙だ。うん、キャルッチ、マジキャルッチ。あんたの弓見てたらなんとなくコツつかんじゃった。自分の才能が恐ろしいわ。あら、すっかり意気消沈しちゃったわね。あんたより私が上ってことでいいのかしら。はい、誠に申し訳ございませんでした。はあ、もういいわ。魔法使いすぎて疲れた。じゃああんた帰るわよ。お待ちください、キャルさん。まずはお礼を。あなたのおかげでとんでもない伝説に立ち会わさせていただきました。
私はとんでもない人に編入のご案内を出してしまったわね。あなたの魔力は私たちの想像の範疇を大きく超えています。キャルさん、情けないことですが、我が校であなたに教えられることはこれ以上何もありません。ん？キャルさんの卒業をここに宣言します。どうなさいました、陛下？ずいぶんご機嫌がよろしいですね。もうすぐキャルちゃんが帰ってくるんです。ちゃんと学園を卒業して。キャルちゃん、きっと充実した学園生活を送れたと思います。お話聞くの楽しみですね。寮のご飯、どんなメニューなんでしょう。気になっちゃいます。くそ、計算外だ、あの不良娘が。学園に通うとなればどうせすぐに問題を起こし自滅するものと思っていたが、まさか評価を上げるとは。このままでは奴を引きずり下ろし陛下の側近になるという野望もついえてしまう。このまま卒業などさせてなるものか。旦那様、学園に潜入中の密偵より通信魔法が。なんだ、悪い話なら聞かんぞ。何？800年前、一つ目、封印。そうか、わかった。ではそのように動け。おい執事、今日は最高級のボトルを開けようか。前祝いだよ、キャルの卒業式がぶっ壊れるんだ。とんでもねえ飛び級だ。学園初の快挙だぜキャル。みんなでキャルも胴上げだ。わっしょいわっしょい。ちょ、騒ぐんじゃないわよ。それに私まだ卒業なんか。今変な声が聞こえたような。で、もう胴上げはいいのよ、下ろせ。憎いぞ、この金の音。明日でこの学園ともお別れか。まったく、急すぎんのよ卒業なんて。まだ痛いのに、ここでみんなと。まだあるのに、青春でやり残してること。うん、実は一回やってみたいって憧れてたのよね。夕暮れの放課後、制服で。って、あんた、なんでいんのよ。自分の片付けが済んだから、私の手伝いに。ああ、もともと私の付き添いってことだったから、私と一緒にあんたも卒業するのよね。それと渡すものが、これ、スズナからの伝言。徘徊、キャルッチ。背景よ背景、誰が徘徊してるのよ。手紙でも突っ込ませんな。誤字脱字とひらがなと丸っこい文字と色使いまくりで読みにくすぎるわ。なるほど、明日ささやかだけど
私たちの卒業式を準備してくれてるんですって。それで卒業生代表の挨拶を私に考えといてねって。まったく、そんなこといきなり言われても困るわよ。そもそも卒業生って私たちしかいないじゃない。おお、まあまあね。あんたは？あ、私もあんたと一緒で楽し…なんでもないわよ、バカ。なんか最近感情だだ漏れなのよね。これも青春ってやつのせいかしら。あんたね、目の前に私がいるんだからちょっとは気遣いなさいよ。え、何よって…知らないわよ、バカ。なんか最近感情だだ漏れなのよね。これも青春ってやつのせいかしら。はぁ、もっぺん言ってみなさい。殺すわよ。であるからして、ああそういうことであります。以上、お祝いの言葉とさせていただきます。すや、起きなさい。スズナさん、司会者。ん、うわ、終わった。さすが魔法学園のお偉い様、鬼ヤバ睡眠魔法の使い手だね。はい、素敵なお言葉ありがとうございました。では続きまして、在校生によるお掃除の呼びかけを行います。スジュルさん、お掃除じゃなくて掃除です。サリーユークキャルさんへ送る言葉です。聞いてください、キャルちゃん、私たちからのプレゼントです。じゃあ始めるよ。在校生キリッツ。なんなのよ。今日この青空の下、キャルちゃんは卒業します。卒業します。なんか始まった。はじめの授業でこれ見よがしにどやっていた。クソメガネ、クソメガネ。気にならない素振りで気が気じゃなかった。ラブレター、ラブレター。あんたらもっといい感じのとこチョイスしなさいよ。強がってても本当はとっても優しくて、眠い目こすって深夜まで勉強に付き合ってくれて、悪態つきながら修学旅行でいっぱい笑顔を見せてくれて、圧倒的な魔力で私の傲慢な鼻を折ってくれて、バーサーカーって呼ばれても、何度バカって言われても、ベタベタすんなって怒られても、おい、あんたも大好きです。本当にいい感じにすんな。キャロッチ、泣いてもいいんだよ。あんたが泣くな。うん、ごめん、泣くのはこの後だよね。この後めっちゃ泣いちゃうだろうな。みんなもきっと大泣きしちゃうね、この後ので。卒業生当時。
めっちゃハードル上げられた。別に感動の挨拶なんて用意してないわ。こんなの適当に。な、何この血響き。見ろ、なんだあの巨大な影は。あの方向、学院長、まさか。ええ、あそこはアルゲースが封印された地下室の。アルゲースって、なんか最近聞いたことあるかも。ええ、話したわ。アルゲースは800年前、この地を荒らしたと言われる一つ目の魔物、大賢者アンブローズ様に封印されたという伝説の。ああ、その時にあの鐘に穴が開いたんだっけ。って、なんでそんな奴が蘇ってんのよ。正直昔のことすぎて、アンブローズ様の伝説に現実味はなかった。事実この800年間何も起こらなかったし、地下室の管理がずさんだったことは確か。悪意のある何者かによって封印が解かれた。あの、今更なんですが思い出しちゃいました。私がこの学園に編入するって決めた時のこと。今この状況で話してる場合ですか。その時私、マスターから頼まれたんです。この学園にはアルゲースという魔物が封印されているから、もしもの時にお兄ちゃんを守ってほしいって。学園生活が楽しすぎてすっかり忘れちゃってました。何ですかそれ。今は言い当てる場合じゃありません。封印が解かれた原因は熟むのです。うん、ありがとうニノンちゃん。ここから名誉万歳です。地下室に行ってみましょう。ちょっとちょっとちょっと、なんかあいつこっち来てない。おーい、アルゲースっち、今ギャルっちの卒業式中だから向こう行ってくれると嬉しいかも。魔物に声が届くわけないでしょ。黙れ人間。経験とは寝覚めの頭に響く。めっちゃ喋った。あ、見てキャルッチ、あいつ人掴んでる。ぎー、おい話せよ。俺はお前の封印を解いてやった恩人様だぞ。うぬぼれるな人間、お前の力など借りずとも我は目覚めていた。今も耳の奥に残る800年前の深い名音、あの忌々しい鐘の音を聞いた瞬間にな。脆い人間はとうに寿命が尽きておるだろうな、憎きアンブローズ。貴様はこの手で八つ裂きにしてやりたかったぞ。なんでもいいからよ。お前はあの学園をめちゃくちゃにしてくれればいいんだ。それが俺に与えられた任務。俺は任務をやり遂げ、貴族様からたっぷり報酬をもらうんだ。その金で南国でも行ってよ、悠々自適な生活を。ガァ！黙れと言っているのが聞こえないのか。アンブローズがいない今、この憎しみは世界にぶつけよう。まずは手始めに破壊してやる。アンブローズ魔法学園、吐き気を催す名を冠するこの学びやをな。だ
旦那様、いかがなさいますか。しゃれにならん。こんな大ごとになるなんて聞いてないぞ。私はキャルの卒業式が邪魔されるだけでよかったんだ。やつの悲痛な顔を拝みに来ただけなのに巻き込まれてたまるか。知らん。私はこの件に一切関与していない。今すぐ逃げるぞ。逃がしません。壁に耳あり、書事に目あり、今の話は全て聞きましたよ。この腐れゲド。クスクス。よくもあのお方の晴れの舞台を怪我しましたね。覚悟しなさい、この神くずめが。さて、800年ぶりに魔力を解放してみるか。こいつ、なんて魔力、相当やばいわね。私がなんとか時間を稼ぐから、あんたはみんなを避難させて。あんたならそう言うと思ってたわ。悪いけど言い合いしてる場合じゃないの。早くみんなを。逃げないよ、スズナ。短い間だったけど、キャルッチの青春がいっぱい詰まったこの学園を破壊なんてさせないんだから。生徒が前向いてんのに教師が背向けられるかよ。なんでかしらね、こんなに震えているのに逃げる気がしないの。よっしゃ、さっさと片付けて続けようぜ。キャルの卒業式をよ。鬱陶しいわね。魔力の低いあんたたちがいても意味ないのよ。でも逃げない。ほんとバカ。適当に時間だけ稼いで逃げようと思ってたのにできなくなったじゃない。あんたたちのせいでこいつぶっ倒すしかなくなっちゃったじゃない。恐れを知らぬ光に満ちた目だ。気に入らん。今しいアンブローズを思い出す。まあよい、消せろ。すさまじい魔力。あんたたちもういいから本当に逃げて。ちゃんと気持ちは受け取ったから、私が勝つから。くそ。
往生際が悪いわね。諦めるな、キャルちゃん。そうだ、俺たちも逃げない。キャルちゃん頑張れ、私たちが一緒だよ。あんたたち、キャル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 、じゃないの。アンブローズとの音、いや、それ以上、どう？青春パワーだね。何それ、恥ずかしい。あんたのおかげで助かったわ。うん、先生もありがとう。うまく弓矢に魔法をエンチャントできたぜ。キャル、スズナ、そしてお前、三人はこの学園の救世主だ。あなたたちがいなかったらと思うと本当にありがとう。そうだ、学園長、アンブローズ様の銅像の隣にこいつらの銅像を建てましょう。いらないわよ。このギャー、もう許してくだ。ギャー、いいえ、許しませんわ。むしろこれくらいで済んでありがたいとお思いになることね。本当なら斧でぶっ壊して差し上げたいところですが、あのお方にあまり過激なことは止められておりますからね。デコピン5万発の刑ですわ。このさ、もうその辺でいいですよ。ナイトメアを呼んだからこの柱にくくりつけときましょう。いいですわね、あなたたち。少しでも逃げる素振りを見せたら追加でしっぺ10万発ですわよ。ちなみにただのしっぺではございませんわ。斧でしっぺです。クス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 。絶対に逃げません。旦那様と私できちんと罪を償います。あの斧型、キャルさんがマモロを退治したそうです。さすがは天下無双の魔法使いです。ひとまずこっちは一件落着ですね。じゃあ私たちも屋上に戻りましょう。え、ごって承知です。キャルさんの卒業式へ。さーてと、クタクタだし帰りましょうか。うん、まだ式の途中、最後のキャルッチの挨拶が残ってるし。ち、覚えてたか。
わかったわ。じゃあするわよ挨拶。一応言われたから手紙書いてきてるしね。わーい。じゃあみんな拍手。まずはみんなにお礼を言わせてください。今日は私のために卒業式を開いてくれてありがとう。ここで過ごした期間は長くなかったけど、楽しい思い出がたくさんできました。これもすべてみんなのおかげです。アンブローズ魔法学園を卒業した後もここで学んだことを胸に。けっ、なんだそれ気持ち悪い。はあ、そこの君、静かにしなさい。キャルさんの挨拶の邪魔だ。大人は黙っててくれ。おいキャル、最後に猫かぶんじゃねえよ。俺たちが聞きたいのはそんな行儀のいい言葉じゃねえ。俺たちはお前の生の声が聞きてえんだ。そうだろみんな。ああ、らしくねえぜキャルちゃん。うん、いつも通りでいいよ。あんたたち、キャルっち、スズナ、ちょ、何手紙取ってんのよ。ごめんね。でもうちもみんなと同じ意見かも。キャルっちの本当の声聞かせて。あんた、わかったわよ。じゃあ聞きなさい。はっきり言っとくけどね、私は学校が大嫌いよ。キャルさん、優等生のあなたが何、大人が邪魔しちゃいけません。私はずっと思ってた、学校っていうのは不自由な檻のようなもんだって。理不尽な校則に縛られて、自由も時間も奪われて、やりたくもない勉強をして、こんなの檻と変わらないわ。そして本当はあんたたちもそう思ってる。でもあんたたちは一人で生きてく力なんてないひよっこだから、弱い者同士群れて必死にはみ出さないように歩幅を合わせて、そして歩幅が合わない奴は異分子だって排除して、だから学校もそこに通ってるあんたたちみたいな学生も私は大嫌いだったわ。青春って言葉だってそんな窮屈な毎日を取り繕うための言葉だと思ってた。自分たちの毎日がつまらないなんて認められないから青春だよねなんてキラキラしたふりをして必死で自分たちをごまかしてるだけだって。だからそれを確かめるためにここに通ってみたの。放課後の学生たちの楽しそうな顔なんて嘘だって、青春なんて羨ましくもなんともないんだって。でも違った、実際経験してみたらそんなに悪いもんじゃなかった。私はここで確かに青春してた。群れるのが嫌いだなんて言ったけど、一人じゃきっとできなかった。だから感謝してる、ありがとう。終わりって、なんかよくわかんないこと言っちゃったわ。今すぐ忘れなさい。相変わらず口の悪いクソメガネだぜ。でもそれを聞きたかったんだよ。最高のスピーチだったぜ。キャルさん、こちらこそありがとう。そして卒業おめでとう。よろしくお願いします。ありがとうスズナ。何キャルッチ、あんたにもお礼を。あんたがいてくれたおかげで楽しかったわ。ありがとね。はい、握手。うん、握手。
るケロッチ見てたら燃えてきたよ。うちも頑張る。ここででも、留学に帰ってからも。うん、応援してるわ。あんたも、ありがとう。うん、大満足よ。まあ、一個だけ叶えられなかったけど、そこまで望むのは贅沢ってもんよね。え？それは。はい、いちごのクレープお待たせ。おっと、お客さん、これは料金もらいすぎだ。うちは学割サービスがあってね、放課後の学生さんは半額なんだよ。はあ、何それ、ずるね。学生ってだけでそんな割引が受けられるなんて。ちょっと歩いてみましょうか。これが噂の買い食いってやつ？美味しいわね。あんたも？そうよね。何度も二人で歩き慣れた街並みなのに、なんか緊張しちゃうわ。絶対この制服が原因よね。やっぱり着替えましょうか。もう気が済んだわ。何よ、バカにすんじゃないわよ。いいじゃん、ちょっと憧れてただけなんだから。制服デート、バカになんかしてない？だったらいいけど。せっかくだからもうちょっと歩きましょうか。あ、何よ、実はあんたも憧れてたんじゃないの？しょうがないからあと10秒だけつないでてやるわ。日が暮れるわね。明日からはまた美食殿での忙しい日々が戻ってくるのね。だからこれが最後。もうこんな経験は二度とない。これが私の青春よ。全然、私は振り返らないの。これからはもっともっと楽しいことが待ってるんだから。当たり前でしょ。さあ行こうよ。不安と楽しみ互い入り混じってる。期待なんてするもんじゃないとは思うけど、ねえどうしてどうしてキュンと胸が高鳴ってしまうの。失敗だってし放題で楽しいだけで溢れそうだ。恥ずかしかった青い春はなぜか泣けちゃうくらい素敵だ。生き続けたいから生きようとしたあの日はずっと続いてるから。ララ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 ラ。頑張りましょう。勉強勉強楽
しいな。早く選びなさい。やっちゃおう。どの勉強を教えてくれるの？科目は何にする？さあ、勉強を始めるわよ。これまだ正解してないわ。できてるわ。解けるかしら。正解率は半分くらいか。悪くはないんだけど、あんたならこんなもんじゃないでしょ。よし、こっちの参考書は全部頭に入ったわね。じゃあ次はこの問題集を。あら、あんた忘れ物？この時期に教科書忘れて帰るとかおっちょこちょいね。もう少し勉強してくわ。あんたもちゃんと試験勉強してる？答えなくていい。その顔見たら察したわ。ま、赤点取んない程度に頑張んなさい。わかりやすく肩落としてんじゃないわよ。って、何よその捨て猫のような目は。わかったわよ。仕方ないから勉強教えてやるわよ。はあ、私があんたに教えなくちゃならないのよ。って返事聞く前に教科書出すな。わかったわよ。仕方ないから勉強教えてやるわよ。言っとくけど、あんたのためとかじゃないから。わからないやつに教えるのはこっちの復讐にもなるってだけ。だからこれは全部私の試験勉強なのよ。いいわね。わかればいいのよ。じゃあやるからには徹底的に。そうだ、これ今日購買部で買った鉛筆、2本セットだったから1本あげるわ。あんた、試験までにこの鉛筆ちびて使えなくなるくらい頑張んなさい。私が教えてやるんだから、学年2位目指すくらいの勢いでやってもらうわよ。1位は目指さないでいいのって？1位は私が取ってやるわ。はい、じゃあ始めましょう。教科書開いて。
ん、いい感じ。確実に伸びてるじゃない。ま、あたしの教え方がいいから当然よね。さーてと、まだわかんないとこある？うん、数学？どれどれ。あー、その応用問題、過去問でよく出てきたわ。引っ掛け問題ってやつよ。ちょっと待ってて、私の教科書にメモが…って、そうだ、教科書すずなに貸したままだったんだ。まあいいわ、あんたの教科書があるしね。ほら、このページの下の方に書いてあるでしょ。この公式はちょっと前に出てきたこれを使って。いきなり勝手にページめくらないでよ。指触ったらびっくりすんじゃない？距離近っ。肩くっつくでしょ。耳元で質問とか。顔が近い。こいつの息遣いまで聞こえるとか。一体何なわけ？ていうか、なんでこんなにドキドキすんのよ。顔が近いくらい今まで何度も。きっとあれだわ、シチュエーションが悪いのよ。二人きりの放課後の教室って、嫌でも甘酸っぱくなんてしょうがな。あ、離れろ。鈴奈に教科書貸したせいでこんなことに。明日あいつに文句言ってやる。嬉しくなんかないわよ。こんな時間？結構ぶっ続けでやったわね。ちょっと休憩しましょっか。なかなかいい感じで集中できてんじゃない。試験の結果、本当に上位狙えちゃうかもね。お、何よ、まじまじと私の顔見て。何か言いたいことでもあんの？はあ？好きなわけないでしょ、勉強なんて。え、勉強してる時の私が楽しそうって？それは、うん、そうかも。自分でも正直謎なのよね。勉強が好きじゃないってのは本心よ。将来一つも役に立たない知識を一生懸命覚えるなんて全く意味ないって思ってるわ。でもなんかやっちゃうのよね。なんでだろう。知らないことを知るのが楽しいか。うん、それかも。新しい知識とか経験とか、そういうのが増えてくのが楽しいのよね。美食殿での日々がまさにそれかも。アホリーヌたちに出会っちゃったせいで、毎日毎日予想もつかない新しいことに巻き込まれっぱなしだわ。言っとくけど、あんたも同じなんだからね。あんたと出会ってから、知らないこといっぱい知っちゃったわ。こうやって学校に通うことも、放課後に勉強することも、窓から入ってくる風の柔らかさも、青春ってやつも、全部あんたのせいで、あんたと出会っちゃったせいで。わ、僕もって何よ、僕もって。私は別にあんたと出会えてよかったなんて言ってないから。嫌とも言ってないけど、っていうか嫌じゃないよりだけど。あ、暑いわね。窓を開けましょう。はい、無駄話はおしまいよ。
試験まであと少し、ラストスパートで頑張りなさい。ここまでよ。っていうか今日が最後だけど、どう？ここまで勉強してきて試験は大丈夫そう？へえ、言うじゃない。ま、頑張ってたもんね。ほら鉛筆出して。はあ、何よその自信のなさそうな顔は。ほら鉛筆出して。何とぼけた顔してんのよ。勉強始めるときにあげたでしょ。これがちびてなくなるほどに勉強しなさいって。あ、これね。ちょっと貸して。すごい、あげたときはまっさらだったのに今じゃ握れないほど短くなっちゃった。よく頑張ったじゃない。しょうがないから褒めてやるわ。当たり前よ。私が教えてやってんのにやる気なかったらぶっ殺してたわ。ほら、頑張ったあんたにプレゼント、新しい鉛筆よ。これで試験に挑みなさい。え、この短い方の鉛筆がいいの？でももうそれいくらなんでも短すぎでしょ。ほら、新しいのあげるからそれ捨てちゃいなさいよ。はあ、そんなのが青春だなんて、ずいぶんしょぼいわね。まあいいわ。それじゃあ勉強はこれで終わり。私はもうちょっと残るから、あんたは先帰ってなさい。じゃあね。正門で待ってたらぶっ殺すわよ。言ったわよね。もう聞こえないわよね。短い鉛筆が青春だって、あいつと私の青春だって。なんか笑っちゃうわ。嬉しくなんかないけど。もっともっと、あと鉛筆100本分、こんな時間が続けばいいのにな。めちゃ頑張る。
士になるんで嫌だ。よし、じゃあ次の問題は25% は、ひでさい、 25% って何パーセント？どういうこと？てかテスト範囲って何系？それ何パーセントなの？え、この問題テストに出ないってこと？じゃあ解けてもダメダメじゃん。手上げな表紙だからちょけ返したのに。お猿でもわかる優しい算数、バナナ味の巻。ありがとう、ヒデサイ。テスト範囲？うん、勉強頑張るよ。てか、ヒデサイいなかったらヤバかったっぽいね。マジ助かった。ヒデサイはやっぱりヒデサイだね。ツヤバッチリっしょ。うちモデルだし睡眠が大切なんだよね。っていう理由じゃダメ？どうしよう。実はうちどれだけ寝ても教科書開くと眠くなるんだよね。そうだったっけ？覚えてないかも。てか授業中うちのこと見てたんだ。いや、ダメじゃん。ちゃんと授業聞かなきゃ。え、授業中ガン寝したうちが言えることじゃない？え、でもあれじゃん、睡眠学習ってやつじゃね。違うの？どうしよう。実はうちどれだけ寝ても教科書開くと眠くなるんだよね。あ、そうだ、ヒデサイ。もしうちが寝たら、おっきな声で起こしてくれる？そしたら、うちも勉強できるんじゃね？ありがとう。マジ心強い。うちも寝ないよう頑張る。じゃあ、勉強スタート。ふむふむ。これは、こういうこと？違うの？じゃあ、これは、こう？ということは、ここは、わかんない。
近いし、キュンってなったし。もう大丈夫、うち絶対寝ないし。てかドキドキしすぎて寝れないし。ふむ、やっぱ今季はこれが流行ってるんだ。でもうちならもうちょいミニマルなシルエットにするかな。目さんでアレンジで盛ったら超モニカオじゃね。そうだね、好きなものだと平気。それにそれにファッションのことなら結構覚えられるよ。あれ、でもなんで勉強になると無理なんだろう。ファッションだと余裕なのに。好きこそものの上手なれ。ああ確かに、うち勉強は基本なし寄りのなしだしね。どういうこと？勉強をファッション用語として覚える。あ、数学も国語もファッションだと思っちゃうってこと？さすがヒデサイ、ナイスアイディア。そう考えるだけでちょっちワクワクしてきたかも。じゃあ休憩は終わり、早速やってみよう。よし、こんなもんかな。結構自信あるかも。じゃあ問題出してみて。この三色はマストっしょ。やばじゃね、ちゃんと覚えてた。次はチャイムズ問題お願い。フォッサマグナ、めっちゃ盛り上がってるよね。やばじゃね、ちゃんと覚えてた。次はチャイムズ問題お願い。呪文みたいでかっこいい。バッチリでしょ、点上げ。じゃあ最後はオニムズ問題やろ。平行脈と盲状脈、意外とモニカワなんだよね。バッチリでしょ、点上げ。じゃあ最後はオニムズ問題やろ。ファッションか、ジュゲムジュゲム、五行のすり切れ、カイジェリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長兄弟の長助。きゃー、やりー、もう完璧。これでデザイナーの問題が出ても余裕っしょ。元の問題はファッションじゃなかったもんね。元の問題はこれだから、答えは10弦。あれ、なんだっけ。ちょっとなんだ、勉強と思った瞬間全部消えたんだけど。ということ？
最後までできたのはマジヒデサイのおかげ。本当ありがとう。一緒に勉強できて楽しかった。トリも握手しよう。ほらあれじゃん、声優の証。もううちら勉強乗り越えた仲間っしょ。ってあれ、うちの手真っ黒じゃん。あ、これって鉛筆の跡？キャッ、めっちゃポジティブ。ヒデサイのそういう考え方最高。ありがとね。てかこんな経験初めてかも。参考書の最後のページもそうだし、ヒデサイといると初めて多くてパないね。わかる？モニカワの鉛筆だったっしょ？羽ついてふわふわでバイブス上がるんだよね。そうだ、ヒデサイにモニカワ鉛筆あげる。二人で頑張った記念品。いや、うちとおそろだね、ヒデサイ。あ、でも握手はやっぱなしで、うちの手汚れてるし、ヒデサイの手まで。わ、ヒデサイ汚れちゃうのにいいの？ヒデサイ、あれ、なんかヤバかも。なんでか涙が。えい、ふきふき。え、今ので顔汚れた？あ、そっか、手で拭いちゃった。うちの顔どうなってる？結構やばい？わっ！いきなり！でもうち顔汚れてるし、っていうか心の準備が。え？ハンカチでうちの顔を拭くだけ？ああ、そういうこと。びっくりした。てか、ハンカチ持ち歩いてるんだね。ヒデさん、偉い。じゃあ、はい。目、閉じたよ。願い。ちょっと、くすぐったいかも。気にせず拭いてへんね。ヒデサイはほんと優しいね。でもどうしてだろう。嬉しいけどちょっと残念。思ってたのと違ったから。こんな気持ちの名前も勉強したらわかるのかな。ねえ、ヒデサイ。手まといにはなりません。ねえねえ、伝説の魔物アルゲースっちだっけ？なんかパッと見おにぎれっちゅう。あれかな、寝起き悪いタイプなのかな。800年も寝てたんならずっと寝てなさいよ。まったく、なんでこのタイミングで起きて。で、
私が鐘鳴らしちゃったせいか。しょうがないわね。私にもほんのちょっとは原因ありそうだし、責任は果たしてやるわ。うちも手伝うよ。アルゲンスッチ、ごめんだけどまた年々コロリってことでよろ。よし、行くわよ。出力アップ。一戦ロケットパーチ。よく頑張りましたね、クローチェ。どうだ、参ったか。これが天学一の優しで魔法使い様の力だよ。ねえ、キャルッチ。は？優しでって何よ。朝日では朝日でだよ。ねえ、ヒデサイ。わかったわ。優秀のこと言ってんのね。ヒデサイだの朝日でだの、あんたは魔法の前にまず言葉を勉強しなさい。でも伝わってんだからいいじゃん。うちとキャルッチは言葉以上のもんでつながってるし。え、それは急にそんなこと。あ、アルゲンスッチが逃げちゃった。このままだと安心して卒業式続けられないし。行くよ、キャルッチ。ちょ、待ちなさい、スズナ。ったく、追いかけるわよ。あいつの魔力、さっきよりも強く感じるわ。キャルッチ、震えてるけど大丈夫？うちのケープ貸してあげるよ。いいわよ、あんたも寒気を感じるでしょ。いくらあんたが魔法を使えなくてもこの霊気は感じるはずじゃ。え？マジで平気。うち制服の下に体操服着込んでるから。あ、そんな驚くとこ。いや、下に体操服着ててそのスタイルってスーパーモデル恐るべしと思って。いや、そんなん言ってる場合じゃないわ。さっさとやつを追うわよ。遊ぶわよ。撮影開始。ちょ、気のせいだったらごめんだけど、アルギウスっち、さっきより元気になってない？目覚めの運動はこれで終わりってわけ。面白いじゃない。生意気な小娘だ。だが貴様の魔力などアンブローズの足元にも及ばぬわ。勝手に比べないでくれる。そんな800年も昔の偉人とか知るかってのよ。それに私がその偉人の足元に及ぼうが及ばなかろうが、あんたには関係ないわ。何が言いたい？どっちみちあんたは私に倒されるって言ってんのよ。逃げ場はないわ。つぶなりにしてあげる。
うちら最強じゃね。ついていくわ。少し積極的に。なんて魔力、ついに本気を出したってわけね。でも不思議だわ、こんなに恐ろしい魔物を前にしてんのにちっとも怖くない。やばいよキャルッチ、うちも同じ気持ち。隣にキャルッチとヒデサイがいてくれるから、うち全然怖くないし。そんなこと照れもなく堂々とよく言えるわね。あんたのそういうとこ嫌いじゃないわ。キャーキャルッチ嫌いじゃない、でも嬉しいんだけど、もっとさ違う言い方のやつ言ってほしいかも。ほら、はじめがスーで終わりがキーのやつ。あんたのこと、スー。うわー、もうそんなのはこいつに勝ってからよ。お預けか。でもそんなん言われたら絶対に勝つし。これが最後、全力で行くわよ。フランバイのシェンとっておきをお見舞いよ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。すごいわね、一見目覚めの時ね。花の奇跡をここに、フィオレ・フェリチータ感謝するわ、吸い取ってやるわ。潮騒の音を響かせて、これが海の声。ないそこです。それスキドラスです。守るよね。私のおかげで勝てましたね。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。
頑張って挑戦してみてください。さすがスズナ、私たちと同じ制服着てるのにイケてるわよね。まあスーパーモデルと張り合う気はないけど、ちょっと悔しいわ。え、二人とも同じくらい似合ってる？真顔で何言ってんのよ。暗雷アテン、目覚めの時にフィオレ・フェリチータ、ほらとっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バースト、私とお祝いするドラゴンズ・ティアー、とっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バースト、やっちゃいなさい。裁きの時、身の程を知るがいい。白雷アテン。あれれ、エリコッピたちがアルゲンスっち側に？てか、うちもいるよね。なんで？落ち着きなさい。あれはあんたらのシャドウ。いや、やつの魔法ね。あ？てか、アルゲンスっち、友達同士で戦わせようとか超嫌なやつじゃん。でもアルゲイス、それ逆効果よ。完全にブチギレたわ。友達を利用するなんて絶対許さない。恐れることはあり、目覚めの時にフィオレ・フェリチータ、勝利をつかむ旋風雷拳撃破弾、私とお祝いするドラゴンズ・ティアー、とっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バースト、そりゃあ残りをかけて祈りましょう、私とお祝いするドラゴンズ・ティアー、とっておきをお見舞いよ、アビスエンドバースト、勝利をつかむ旋風雷拳撃破弾、いけ、裁きの時、白雷アテン、私とお祝いするドラゴンズ・ティアー、目覚めの時にフィオレ・フェリチータ、今起こる、とっておきをお見舞いよ、アビスエンドバースト、これでどう？勝利をつかむ旋風雷拳撃破弾、私とお祝いするドラゴンズ・ティアー、裁きの時、白雷アテン、とっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バース
めの時に、フィオレ・フェリチータ。私とお祝いする、ドラゴンズ・ティアー。裁きの時、略雷アテン。とっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バースト。それ、この勝利をつかむ、旋風雷戦激サガン。とっておきをお見舞いよ、アビス・エンド・バースト。私とお祝いする、ドラゴンズ・ティアー。みんな頑張って、今見ましょう。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。裁きの時、略雷アテン。私とお祝いする、お年玉だよ、ドラゴンズ・ティアー。見事です。恐れることはありません。どう？不届き。みんな頑張って、光を吸い取ってやるわ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。守護の力、火の化身の降臨だよ。行くわよ、ヘブンリーハーツ。吸い取ってやるわ。今行くわよ、ヘブンリーハーツ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。守って祈りましょう。略雷アテン。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。みんな消えちゃえ、アビス・エンド・バースト。守護の力を。よし、アルゲンスッチはもううちらのシャドウを出してこれないっぽ。だいぶ弱ってるってことかな。いや違うわ。どうやら今までのはお遊びだったってわけね。上等よ、受けてやろうじゃない。そっか、こっからがガチっぽいね。でも大丈夫、うちがついてるし。ううん、うちだけじゃない、学園のみんながついてる。ほら、みんなの声が聞こえるでしょ。力が湧いてくる。あんたらの応援の声が私の力に。まったく、悔しいけど染まっちゃったわ。スズナ、それにあんたも力貸しなさい。かますわよ、私たちの青春魔法を。初めから飛ぶ、略雷アテン。行くわよ、ヘブンリーハーツ。火の化身の降臨だよ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。みんな頑張って、光を。行くわよ、ヘブンリーハーツ。エッセルの魔法で殺すわよ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。これ行くわよ、ヘブンリーハーツ。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。火の化身の降臨だよ。行くわよ、ヘブンリーハーツ。略雷アテン。消えちゃえ、アビス・エンド・バースト。光の邪魔さ、出さない。略雷アテン。消えちゃえ、アビス・エンド・バースト。守って、行くわよ、ヘブンリーハーツ。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。かわいい。火の化身の降臨だよ。いっけー、火のボスを開けた。消えちゃえ、アビス・エンド・バースト。目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。どう、守護の力を。光、目覚めの時に、フィオレ・フェリチータ。消えちゃえ、アビス・エンド・バースト。
する。逆雷アテン、行くわよ。ヘブンリーハーツ、エンジェル、ピの化身の降臨だよ。やっちゃいます。ピの化身の降臨だよ。暗いアテン、行くわよ。ヘブンリーハーツ、かわいい。ピの化身の降臨だよ。消えちゃえ、アビスエンドバースト。目覚めの時にフィオレフェリチータ、失礼。消えちゃえ、アビスエンドバースト。いいな、これでどこ行くわよ。ヘブンリーハーツ、目覚めの時にフィオレフェリチータ、消えちゃえ、アビスエンドバースト。みんな、よく頑張りましたね。討伐お疲れ様でした。ギルド管理協会より報酬をお渡しさせていただきますね。おや？ここで新たに挑戦できるモードが解放されたようですよ。一度内容を確認してみましょう。まさか私が学園に編入することになるなんてね。学園生活なんて窮屈そうでちょっと不安もあるけどさ。まあどんなもんか試してやろうじゃない。青春ってやつをね。かーん、せっかく魔法学園に来たけどうち魔法使えないっぽ。でも諦めないよ、うちにだって使える魔法がきっとあるはず。ちゃんよとミサキッチに自慢できるよ。頑張っちゃうもんね。ねえねえヒデサイ、この制服うちの一番のお気にポイントわかる？上から下までじっくり見ればわかるかも。さあどこでしょう？あ、って、ちょ、そんなまじまじ見ないでいいし。はい、もう終わり。この学園でのキャルッチ、超キラキラしてるよね。青春を全力で楽しむって、自分を輝かせる最強魔法かも。うちもキャルッチ見習って、ガチで青春しちゃうから。このお弁当、うちの手作り。ヒデサイのために早起きしたんだ。え？だから授業中あくびしてたのって。あはは、バレてた。午後の授業は目パッチリで頑張るからさ、へっとりま食べてよヒデサイ。まったく
あたしは別に制服とか着なくてよかったのに。え？その割にはずっと鏡見てるね。うるさいわよ！ぶっ殺すぞ！ま、学園生活がどんなもんか試してやるわ。待ってなさい、青春！さすがスズナ、私たちと同じ制服着てるのにイケてるわよね。まあ、スーパーモデルと張り合う気はないけど、ちょっと悔しいわ。え、二人とも同じくらい似合ってる？真顔で何言ってんのよ！ねえ、あんた、期末試験の結果、よかったみたいね。一緒にあれだけ勉強したんだし、当然といえば当然だけど。ま、頑張ったご褒美に、学食でパンでもおごってやるわ。